ハロー YouTube 皆さんごきげんよう環境大臣を務めている小泉進次郎です<う>この度は私が育休育児休暇を取得したことによって世間をお騒がせしてしまったことをお詫び申し上げたいと思いますですが私が育休を取得したことによって国民の皆様が育休という制度に対して高い関心を持ってくださったことそして私が育休を取得することに対して 様々な議論沸き起こっていることことれに関しては私が環境大臣になって初めてやりとげた仕事だと思っていますまあ厳密に言うと環境大臣の仕事ではないですけど、ね、えそれはさっき私が一級をね取得することによってさまざまな議論が沸き起こっているとお話ししました例えば反対されている人で代表的な意見はえ高須クリニックでおなじみの高須先生公務はね 放牧の義務である大臣を辞任してから育休を取得すべきだという声もありますしある有名な産婦人科医の先生は小泉大臣が育休を取得することによってどんな立場の人も育休を取得することができる流れができるという賛成の意見をくださった方もおりますですが賛成の立場でも反対の立場でも共通して沸き起こっている意見といえば何も成果を上げていないのに 取ってるんじゃねえよそして小泉大臣が1級を取得したかによってどんな無能な人間でも1級を取得することでできるという流れができるというまるで私がえ無能仕事ができないという前提でえ議論が進んでいることですえ非常にえ悲しくなりましたねこんなにね私のことをね頼くならねなんで私に投票したんですか国民の皆さんはねえきちんと選挙に行って私以外の候補に入れればよかったじゃないですか最近の選挙は 投票率下がってますけどね皆さんきちんと、ね、投票に行かないとダメですよ自分のね、えー、意見を立場をね示してください選挙に行かない方後からね僕に対して言ったようなね文句を言わないようにしてくださいよあちょっと今普段冷静な僕はね心のよろを取って、えー、感情的になってしまいましたけど今は無能で仕事も何もできなく中身のないことを言うかもしれませんでもね私の 兄兄貴え太郎お,お兄ちゃんを見てくださいよ最初は大婚役者でしたけど今では主役を張れるようになったでしょえ僕もね兄貴みたいに成長しますよおみのみさまどうぞこれからもえ温かい目で見守ってねいただければと思いますこのチャンネルもね最後までご覧になってくださった方どうもありがとうございましたもしよかったらチャンネル登録がこちらでできますんでどうぞよろしくお願いしますそしてこちらには 石場システムメシアのおすすめ動画がございますぜひご覧になってくださいどうもありがとうございましたまた会いましょうバイバイ